皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、サムネタイトルでも分かる通り、移籍ニュースというところをね、2つ紹介したいと思うんですけど、1つが、移籍確定した話と、もう1つが、移籍の噂というところのね、注目の移籍の噂の話が出ましたんで、そちら計2つ、紹介していきたいと思います。明日というところはですね、ひとまず J2 の第18節、J3 も行われますけど、J2 の第18節というところも行われますんで、そちらのプレビュー、昨日ね、動画上げましたので、そちらまだ見てない方はぜひね、チェックしてくれたらなと思います。今回のね、移籍の話はですね、J1 の2クラブについて紹介していきたいと思うんですけど、今、しっかりと活躍している、オナイグ選手というところと、もう一つね、清水エスパルスに加入する選手の話というところを紹介させていただきたいと思います。ということですね、最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということでですね、早速一つ目の方から紹介していきたいと思います。一つ目がですね、確定ではない、ちょっと遺跡の噂の話になってはいるんですけど、ちょっとね、信憑性の高い遺跡の話になっていますので、今回取り上げさせてもらいたいと思います。横浜 F マリノスに所属するオナイウアド選手、先日ね、日本代表戦にも出た、オナイウアド選手が、海外移籍するのではないかというところについて今回、取り上げさせてもらいました。こちらですね、先日、横浜 F マリノスの監督でもあったポステゴグルー監督というところが、退任という形になって、その日にですね、セルティックの監督に、新監督として、就任をしました。そこでですね、ポステゴグルー監督の、就任動画というか、移籍の話はね、取り上げさせてもらったんで、まだ見てない方は見てほしいなと思うんですけど、そこで、ポステゴグルー監督が、欧州のね、クラブに移籍するということで、J リーグから、その数選手を、連れていくのではないかというところをね、個人的に予想として挙げさせていただいたんですけど、そこの一人の選手として今回、オナイウ選手の、リストアップというところが、表明というか、記事によって明らかになりました。セルティックのね、GM というか、セルティックのチームとしてもですね、主力選手というところの多くがですね、この夏に退団予定というところがすでに決まっていますんで、新たな新戦力だったり、即戦力をね、獲得しなければならない、今の時期になっているという状況になっています。そのストライカーだったりというところでね、今回オナイウ選手の名前が上がったと思うんですけど、少し前からというところはね、このセルティック日本のクラブにとても注目をしていて、J リーグの中でも、日本代表でも活躍しているフラース選手だったり、若手の有望株でもある三笘選手だったり、センターバックの町田選手というところを、主なリストアップとしてこのセルティックは、候補として挙げていたわけなんですけど、その候補の枠としてですね、このポステゴグルー監督のチームの教え子でもあった、このオナイウ選手というところを、今回ね、新たなリストアップとして追加した形になっています。このポステゴグルーサッカーというところね、とても熟知している、このオナイウ選手というところは、結構最適な、補強なのかなと思いますし、オナイウ選手としても今ね、J リーグの中でも非常に脂が乗ってる選手ですし、先日、おとといですか、というところの日本代表戦でも、惜しくもですね、初ゴールとはならなかったものの、非常に存在感も出していて、キャプテンを務めていた長友選手というところも、非常にいい動きをしていたというね、高評価を、していましたんで、このオナイウ選手、この J リーグの中でも、トップスコアラー級のね、活躍をしている選手として、このセルティックに移籍するというところはね、個人的に大いにあり得る、可能性のところなのかなと感じています。今シーズンもですね、ここまで、J リーグの中で日本人トップの10得点というところを記録していますんで、海外選手がですね、外国人選手が、1、2というところを走っているものの、この3位というところで、10得点でオナイウ選手も非常に、2桁得点に乗る、活躍をしていますんで、恩師とともに、この初の海外挑戦が実現するのかというところも今後に注目しつつ見ていきたいと思いますし、この横浜 F マリノスとするとですね、監督も抜かれて、この日本人ストライカーオナイウ選手がですね、抜かれてしまうことになると、この打倒川崎というか、今シーズン優勝を目指している中で、ちょっとね、厳しい状況になってしまうのかなと思いますんで、このポステゴグルー監督の退任というところがひとまず決まってしまいましたけど、このね、オナイウ選手の進退というか、移籍するのか残留するのかというところも非常にね、今後の横浜 F マリノスを大きく占う、この移籍情報になるのかなと思いますんで、ここは、冒頭にも言った通り、今のところ噂のね、情報になっていますんで、今後とも、この移籍の、動向というか、出次第ね、また取り上げていきたいと思いますんで、この情報を含めてですね、ぜひ注目して、これからもね、オナイウ選手の動向を追っていければいいのかなと思いました。はい、ということでですね、続いて二つ目の、移籍情報に話していきたいと思います。こちらは、先ほどのオナイウ選手の話と違い、すでにね、確定した情報ということで、クラブ間合意というところが行われているものの、あとは公式発表を待つのみという形になっています。
フラメンゴに所属する24歳のロナウド選手というところが新たに清水エスパルスに加入することが2年半契約でね、加入することが、まあ、この情報だったりというところで、明らかになりました。まあ、このね、24歳というまだ若い、このロナウド選手が清水エスパルスに加入するというのはね、まあ、突如というか、まあ、そこまで、前々から話題になっていなかったものの、まあ、ここで、新たな情報として解禁された形になっています。ロナウド選手は主なね、主戦場としてボランチっていうところを務めるものの、まあ、サイドバックっていうところもこなせるとてもね、ユーティリティ性の高い選手になっています。まあ、今季というところで言うとね、冬の、まあ、オフの期間で、ウィリアム・マティウ選手というところが加入したものの、まあ、このコロナ禍の影響などにもよって、家族の事情によってですね、先日、まあ、退団という形になってしまいましたんで、まあ、そこのサイドバックの穴を埋めれる、かつですね、ボランチを主戦場とする、ロナウド選手の獲得に、今回清水エスパルスは動きました。まあ、このようにロナウド選手、非常に、有望株の若手の選手ということで、まあ、ユース時代にはですね、プロの登竜門として有名な、サンパウロ杯というところの優勝にもね、まあ、スタメン出場して貢献している選手でもありますんで、まあ、このブラジルだったり海外でも非常に、若手の有望株として重宝されている選手が、まあ、この J リーグにやってくることになっています。今月のね、まあ、契約満了、現在所属するフラメンゴというところが、まあ、監督とのね、まあ、ちょっとうまくいかないというところもあって、今月末6月30日ですね、契約満了という形になっていますんで、まあ、それに合わせてですね、まあ、他のクラブ、この清水エスパルスだけでなく、クルゼイロというブラジルのクラブだったり、フルミネーセというね、まあ、ちょっと有名なクラブでもあるのかなと思いますけど、まあ、そのクラブ含めて、清水エスパルス含めてですね、争奪戦が行われている状況になっていましたけど、まあ、このロナウド選手の海外志向、まあ、日本だったりというところの挑戦意志向がね、強い中で、まあ、今回清水エスパルスを選択する形になりました。まあ、この清水エスパルスするとですね、まあ、その、ロティーナサッカーが合うのかっていうところは置いといて、まあ、この新たなね、外国人選手、有望株選手がですね、加入することになったのは非常に素晴らしいことだと思いますし、まあ、ちょっとね、下位に沈んでしまっているということもあって、まあ、そのシーズン前のところで言うとロティーナ監督が就任して、まあ、ね、たくさんの、大補強というところを行ってですね、まあ、優勝争いも行ってくるのかというところで、まあ、なかなかね、結果が出ず今のところ下位争いに沈んでしまっているというところもありますんで、まあ、ここから、J リーグの後半戦に向けて、新たなこのロナウド選手をね、加入したことによってですね、まあ、上位進出というところを目指して戦っていってほしいのかなと思います。まあ、ちょっとね、清水エスパルスというところは、まあ、補強だったり、まあ、このレティーナ監督就任というところもあって、まあ、シーズン前の下馬評が高かっただけに、ちょっとね、今のところ、まあ、不発というか、なかなかうまくいかない結果がついてしまっている中で、まあ、先日ね、まあ、鈴木選手というところの、大怪我もあり、チームとしてもいい流れにならない中でのね、まあ、この新たな、いい移籍情報というところになりましたんで、まあ、あとは公式発表を待つのみという形になっていますんでね、まあ、このロナウド選手、今後とも注目して見ていきたいと思います。まあ、この若い、ボランチのロナウド選手が今後のね、清水エスパルスをどう復活させていくのかというところも特に注目してね、見ていければいいのかなと思いました。はい、ということですね、今回は、移籍情報2選手として、オナイガード選手の、まあ、移籍の噂の話と、まあ、確定している、ロナウド選手が清水エスパルスに加入するよというところについて、2つね、紹介させていただきました。まあ、一つ目のところでも言った通り、オナイガード選手というところはまだね、噂というところになっていますけど、まあ、今回、ちょっと信憑性が高いのかなというところを個人的に感じていましたんで、取り上げさせてもらいましたんでね、まあ、ここの、新たな動向が出次第、また、個人的にも、動画に取り上げていければいいのかなと思いますんで、まあ、このオナイガード選手がセルティック移籍なのかというところもありますし、まあ、この東京オリンピック終わってからですね、三笘選手だったり、田中碧選手が移籍するというね、情報もちらほら出てきていますんで、まあ、そこを含めて今後ともね、またこの移籍情報というところは随時更新していければいいのかなと思いました。ということですね。今日もご視聴ありがとうございました。この動画になと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ショータイムね、6月1日というところから新たな試みをして、年内1万人というところを目指して、毎日投稿頑張っていますんで、まあ、この動画見てくれてない方だったりというところは、今のうちにね、ぜひご協力してくれたらなと思います。またですね、ツイッターの方で、プレゼント企画というところもやっていますんで、ツイッターの方に飛んでいただいて、ぜひね、簡単な応募方法になっていますんで、チェックしてくれたらなと思いました。まあ、昨日の動画というところはですね、明日行われる、J2 の第18節の試合前プレビューというところを取り上げましたんで、そちらね、まだ見てない方は見ていただいて、明日の日曜日の、J2 というところをね、皆さんで楽しんでいければいいのかなと思いました。ということですね。ではまた、バイ。